さて、こちらがシュリンクされた包装なんですけれども、従来のこういうパッケージと何がどう違うんでしょうか。もともと例えば透明なフィルムで改ざん防止であったり、こうほこりがかぶらないようにしているものが多かったんですけど、うちが新しく提案しているのはこうデザイン入りのフィルムで、例えばお客さんに手に取ってもらいやすかったりだとか、まあ、見せる包装という形で新しく提案をさせていただいてます。でも確かにこういうふうにこう柄が入ってたりすると、はい、確かに手には取りやすいですよね。今新しくこれに新しい仕掛けをしてまして、はい、ちょっと見ていただけますか。仕掛け、はい、はい、とこういう画面なんですけれども、はい、実際にこうかざすとこういう形ですごいキャラクターが出てきて、例えば動く映像とか、まあ、そういうものにもこうリンクができまして、はい、でお客さんとこういう形で写真がその場で、はい、撮っていただくっていう仕掛けも今させていただいてます。すごい。じゃあシュリンクと写真撮ります。はい、チーズ。あー、なるほど。こういう形でこういう風にフレームになるわけですね。 QR コードみたいに本当に書いてある画像を読み込んで、こうやっていろいろな情報を提供することができるっていう。そうです。あ、今までこれって放送がやっていることではなかったかもしれないですけど、これを放送業界でやっているんですね。はい、させていただいてます。